こんにちは、中央区です。レポーターの小笠原誠です。今回の企画番組はこちら、中央区ふれあい街歩きマップを手に散策をしていきたいと思います。シリーズ5回目の今回は築地、新富、港編をご紹介します。この中央区ふれあい街歩きマップは、中央区商店街連合会が昨年行った60周年記念事業の一環として発行した観光マップです。中央区を6つのエリアに分けて全部で6種類あります。広げてみると、それぞれのエリアの魅力がたっぷりと掲載されています。越津市の高橋美恵さんが描いたオリジナルのイラストが見どころを分かりやすく解説していて、とっても見やすいですよね。この街歩きマップは、中央区役所7階商工観光課、京橋プラザ3階にある中央区観光協会、そして一部の駅などで配布されています。そして今回ご紹介するのは、ご覧の築地、新富、港編です。このエリアは市場の街として世界的に知られる築地や、粋な下町の面影が残る新富、江戸時代に港町として栄えた港があり、見どころ満載です。さあ、今回もこの街歩きマップを手に散策を楽しみたいと思うんですが、今私がいるのは中央区役所の前なんですね。で、この区役所の7階にある商工観光課でも、この街歩きマップ手に入るんです。ですから、ここから街歩きを始めるというのもおすすめですよ。では早速行きましょう。最初に訪れたのは新富です。新富は明治時代に一世を風靡した歌舞伎の新富座があったことで知られています。町の様子は大きく変わりましたが、今でも町には芝居の関係者が住み、関連の会社が多くあります。街歩きマップのこちら、新富座跡にやってきました。このように説明板もありますね。かつてここ新富町には歌舞伎の新富座があったんです。新富座は明治8年から大正12年まで、現在の京橋税務署の場所にあった劇場です。東京第一の劇場と言われた新富座では、歌舞伎の興行が盛んに行われていました。一時は新富座時代と言われる日本の歌舞伎界の中心だったこともあったそうです。新富育ちの広川さんにお話を伺いました。かつてこの辺りに新富座があったということなんですが、その頃の一帯というのはどういった町だったんでしょうか。私は昭和5年に生まれてるんですが、その当時すでに、もう映画館、芝居小屋から映画館になって結構栄えてました。まあ、二流館ぐらいだったんでしょうかね。古い、戦前のアメリカ映画とか、大河内伝次郎の、国定主義だとかね、そういうのをちょっと子供の時に見たような記憶がありますけれども、非常に何て言いますか、栄えて、まあ、本当に32、3メーターから40メーターぐらい間口が、かなりの大きさだったんですね。大きさだったと思いますね。東京を代表する、いわゆる何て言うかな、芝居小屋として栄えるんですけれども、小劇場に歌舞伎座を新しく作るんです、はい、それによって今度はこの支流が向こうの歌舞伎座、小劇場へ移ると、こういう図形ですね。新富の歴史ともいえる歌舞伎の文化を残そうと、町ぐるみで取り組んでいるのが新富座子ども歌舞伎です。平成19年から地元の小学生が役者を演じ、住民や町に縁の深いスタッフが脇を固めます。土地にですね、そのなんていうかな、江戸歌舞伎の文化とか伝統が染み付いておる、はい、ところでございますので、その文化を何とかして伝承していきたいと、築いていきたいという形で、新富座子ども歌舞伎というのを立ち上げまして、鉄砲神社というのが我々の氏子というか祭神でございます。そこで奉納をしたり、からあらゆるこの辺の劇場をちょっと借りて興行して、大変好評でございます。歌舞伎っていうのは
まず色彩美ね、から音楽美、様式美でね、子どもたちの情操教育には非常に役に立つと思っておりますので、色合いというかニュアンスだけでも子どもたちに残していきたいなと思っております。町ぐるみで芝居の伝統を守る新富、ぜひ続けていってほしいですね。続いては築地場外市場へやってきました。いや、買い物客の方がたくさんいて本当に活気がありますね。築地場外市場にはおよそ500店のお店がひしめき合っていて、どなたでも自由に買い物や飲食ができる、まさに食のワンダーランドです。そんな築地に今年7月にオープンしたのがこちら、プラット築地です。あれ？これ同じですよ。あ、街歩きマップの拡大版がここで見られるんですね。プラット築地は大勢の人でにぎわう築地場外市場の総合案内所として作られた施設で、気になるお店をパソコンを使って検索したり、施設内のディスプレイではイベントなどの情報を発信しています。いやー、美味しそう。いやー、もうたまりませんね。こちらにはこのような休憩所もありまして、買ってきたものをすぐにこうやって食べることもできるんですね。いやー、本当に新鮮で美味しいです。さすが築地ですね。築地場外市場に来たときはここで最新情報をゲットしてくださいね。さて、築地といえばお魚のイメージが強いと思いますが、実は日本中、いや世界中からいろいろな食材が集まってくるのが築地の特徴なんです。私が訪ねたのはこちらのお店、明治40年創業の名前の通り鶏肉の専門店です。店内には選び抜かれた鶏肉、鴨肉がずらりと並んでいます。どれも美味しそうですね。こちらでは買ってその場で食べられるというものもあるんです。おすすめは何でしょうか？こちらの半身揚げでございます。半身揚げとても美味しいですので、はい、鶏肉のカブトの胸のところを半分にして塩をつけて、その次の朝揚げ、素揚げしておりますので、このまま、はい、召し上がってください。カブトじゃいただきたいと思います。すごい、結構ね、ずっしりくるんですけど、うん、本当だ、ジューシー。本当、周りが香ばしくて、噛んでると中からお肉の味が出てくるんです。あっという間にいけちゃいそう。人気の半身揚げ、午前中に売り切れることもあるそうですよ。この築地場外市場に、はい、これだけいろんな食材が揃うっていうのは、はい、そもそもなんでなんでしょう？ここの築地市場はですね、昭和の初めに築地の卸売市場が日本橋から移ってきたときに、場内の魚屋さんと、あと場外にはですね、いろんな、そのうちはお肉屋さんですけども、野菜とかその漬物屋さん、すべての食材がですね、場外市場にですね、一緒にできてきたと。でお互いに築地市場っていうのは場内と場外とで二分されてますけど、一つのもう非常に大きな今マーケットとして成り立ってますね。なるほど、はい。例えば、はい、これからこの築地場外市場に遊びに来ようという方に、何かこうすると楽しめるよっていうコツを教えていただくとすると、どうでしょう？はい、ここはですね、業務用の市場ですから、皆さん朝早いです。もう3時4時から仕事をしてましてね、それが大体一段落しますと大体8時9時ぐらいになります。でそれからの時間が一般の消費者のですね、買い物に来るお時間としてはちょうどいいと思います。そしてこの買い物に来た時にですね、皆さんプロのお店ですから、商売人が我々に食材を聞くのと同じように、どんな料理をしたいから、どんな食材がいいですかって、この我々の方にですね、聞いていただけるといいと思います。一番いい方法だと思います。覚えておきます。はい、ありがとうございます。皆さんもプロに混じって買い物や食事を楽しんでみてはいかがですか？ふれあい町歩きマップでは、区の商店街連合会に所属している商店会も紹介されています。地域に根ざした商店会を見れば、その街をより深く知ることができます。街歩きの醍醐味ですよね。
はやっぱり新富町という名前の通り非常に粋な下町なんですね。で、あの新富座というのがこれ歌舞伎座ができるまであそこでもって歌舞伎を芝居をやっておりましてね、本当に洒落た町だったんです。今54軒そのうちにこれを出していただいているところがですね26軒でございます。ちょうど満点で500円でお買い物いただけますし、それからあそこの信用金庫でもですね預金ができるんです。まあ、預金していただくよりもむしろ使っていただくことが我々の狙いなんですけど、ぜひ新富町を愛していただいて大いにあの新富町にお遊びにいらしてくださいませ。まあ、仲間意識っていうかね、まあ仲良くみんなでやってます。ちょっと他の商店街とは雰囲気違うんじゃないかな。まあ、この辺も含めて月島あたりもそうですけど、まあ、あの古い店が多いから、まあ、仲間っていうか、業種を超えた仲間でね、協力し合いながらやってますんで、まあ、雰囲気的にはいい雰囲気が出してると思いますよ。はい、見どころはいっぱいあると思いますんで、ぜひ港連合商栄会に来ていただいて、お互いに活性できるように頑張っていきたいと思いますので、一つよろしくお客さんお願いします。ここの市場はですね、普通 のところにあるマーケットと違いましてね、中央卸売市場場内の市場がありまして、そしてここは場外市場なんです。で、一般消費者向けでもありますけれども、業務用として成り立ってきてますから、そこに一般の消費者買い物にしていただいて共に買い物ができるという、まあ、日本にでもあまりない貴重な市場だと思いますね。たくさん品物が揃ってます。いろんな食材を求めてお見えになっていただきたいと思いますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。お近くにお寄りの際はぜひ地元商店街へお立ち寄りください。港地区にやってきました。こちらには江戸時代から海の玄関として栄えてきたこの地区の守護神鉄砲洲稲荷神社があります。新富で紹介した新富座子供歌舞伎が毎年奉納されているのがこちらの神社です。この港は隅田川に面していたことから明治の中頃まで水路運送の要所として栄えました。一方、隣の明石町は外国人の居留地があった場所です。そしてその明石町で紹介されているのは小豆あんまんじゅう発祥の店塩瀬総本家です。塩瀬のおまんじゅうはその昔豊臣秀吉や徳川家康にも愛好されたそうですよ。こちらはもう大変由緒のあるお店ということですが、はい、どれほどの歴史がおありなんですか？そうですね、この都内では一番古いって言われてますんですけど、はい、お坊さん方がお肉の入った中国のおまんじゅうのようなものは食べられないので、その僧侶たちが召し上がれるように小豆のあんっていうものを作って中に入れてお茶会のお菓子としてお作りして出したっていうわけで、まあ、お菓子の発祥でもあるということなんでしょうか。はい、この塩瀬のまんじゅうは北海道産の小豆を大和芋で作る秘伝の皮で包んだ一品です。うわー、見てください、あんこがぎっしりです。本当に上品な甘さのあんですね。はい、そうでございますね。いくつでも食べられるような感じでしょ、うん、あっさりしてて、ね、なんか上品な中にもすごく素朴さ懐かしさもあるお味です。660年以上続く老舗の味、街歩きのお供にぜひご賞味ください。今回はこちらの中央区ふれあい街歩きマップを手に築地、新富、そして港をぐるっと歩いてきました。いや、本当に魅力的な場所がたくさんありましたよね。ぜひ皆さんもこのマップを手にお出かけしてみてくださいね。それではまた。